赤松さんやらせて。ちょやクシや。うんうんうん。これ赤松さんにやらせて。あ自分でやる？自分。うん。自分でやってみ。グランプリに選ばれたのは MBS が放送した魔法のハサミ発達障害に寄り添う美容師です。京都の美容師赤松隆二さんが。音や肌への感覚過敏などから散髪の苦手な発達障害の子どもたちに寄り添う姿を追った作品で、6歳の男の子が赤松さんの助けを得ながら生まれて初めて美容院で髪の毛を切るまでの半年を見つめました。またスポーツ部門と撮影部門で金賞、新人賞も受賞しました。受賞作品などを上映する報道展が来月から京都などで行われます。